皆さんどうもこんにちは。サイチャンネルの時間です。女子体操選手の宮川サイです。今日の企画はこちらを使ってやっていきます。今日はモンスターボックスの進化版をやっていきたいと思うんですけど、モンスターボックスは、見たことがある方も多いと思うんですけど、跳び箱を何段も重ねて開脚跳び見た中で20とか21段ぐらいが最高だったような気がするんですけど、その跳び箱で開脚跳びをするのがモンスターボックスなんですけど、跳び箱をちょっと準備できないので、今日はこの跳馬とその奥にマットが重ねてあるので、それをどん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 積み上げてって、前宙で手をつかないでどこまで立てるかっていうのをやっていきたいなと思ってます。結構トレーニングとか基礎練習でもやったりするんですけど、あんまり回数がかけられないので、ちょっとずつ上げていくんじゃなくて20センチぐらいずつ、このマットの1枚の高さが20センチなので、これ分ずつぐらいを上げていってどこまでいけるかをやっていきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。行ってみよう。さあ始まりますよ。さあそれではやっていきたいと思うんですけど、1本目はまず135センチからスタートしていきます。135センチは男子の跳馬の高さで、女子は125センチなんですけど、まあ今日は135センチからスタートしていきたいと思います。じゃあ1本目やってみます。まず1本目135センチはめちゃめちゃ余裕でした。逆に低くてちょっと怖かったです。前にピョンって行っちゃいそうで。じゃあもうどん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 上げていきたいので、次20センチ上げて155センチ、身長よりちょっと高いぐらいの高さでやっていきたいと思います。高さはここの体育館すごい最新の機器で自動でこうやって上がっていくんですけど、それをちょっと見せたいと思います。ここにボタンがあって、それを押すと床が上がります。今20センチ上がったので2本目やっていきたいと思います。155センチもまだまだ余裕でした。まだ伸身前宙でいけそうなので、次も伸身前宙でやっていきたいと思います。じゃあ20センチ上げて175センチでやっていきたいと思います。今175センチにしたんですけど、このぐらいです。まだ手伸ばして一応まだ届くぐらいです。じゃあ行きます。見た目は結構高かったんですけど、飛んだらもうちょっと行けそうでした。25メートルから走ってるんですけど、1回1回の消耗が激しいので疲れます。飛んでるこのロイター板なんですけど、スピースっていうドイツのメーカーのロイター板で、ハードとソフトがあるんですけど、ハードで蹴ってます。バネはゴールドで、見た目からしてめちゃめちゃ硬いのを蹴っていつもトレーニングしています。じゃあ20センチ上げて195センチにして飛んでいきたいと思います。195センチなんですけど、もうジャンプしないと手が届かないくらいになりました。多分バレーボール選手はこのぐらいの身長の高さだと思います。195センチも伸身でいけそうなので、伸身でやっていきたいと思います。
そろそろきつくなってきました。でももう20センチは伸身で頑張ろうかなと思います。もうどんどん行きたいので、もう20センチ上げて2メートル15センチ、2メートル超えに挑戦していきたいと思います。やってまいりました。5本目です。5本目は2メートル15センチ。ちょっと気合い入れてもう1本伸身でやっていきます。 Let's go。2メートル15センチ伸身でギリギリ飛び越えられ立つことができました。もう伸身じゃ無理なので、多分あと2回ぐらいかな、抱え込みでどこまで立てるかやっていきたいと思います。じゃあ20センチ上げて2メートル35センチでやっていきます。2メートル35センチはこんな感じです。向こうに立つと結構近くで見るよりも高く感じます。2メートル、これを飛んでるんだ。尻餅はついてないので成功にします。次は薄いマットが10センチ分あるので、もういきなり30センチ上げて2メートル65センチに挑戦していきたいと思います。これが最後のチャレンジになると思うんですけど、2メートル65センチがこちらです。全然届かないところに行ってしまいました。万が一落ちた時のためにマットを一応引いてます。これは結構気合を入れないと危ないので、しっかり集中してもう最後の力を振り絞りたいと思います。応援してください。無理だ、無理でした。20センチ下げます。いきなり30センチちょっと攻めすぎたので、この薄い10センチ分だけ先から上げて、この20センチ分はちょっと妥協して下げたいと思います。ちょっとさすがに事故りそうだったので下げます。下げた2メートル45センチは絶対に成功させたいと思います。今の記録2メートル35センチ、10センチだけアップして2メートル45センチで最後成功させて記録を作りたいと思います。あと10センチならいけそうなので、ちょっともう1回だけチャレンジしたいので、これの半分だけ上げてもう1回チャレンジしたいと思います。ラストチャレンジは2メートル55センチで挑戦したいと思います。高すぎる。2メートル55センチでしょ、もうすぐ身長ぐらいじゃないか。とりあえず高いです。やってみます。わっ、ギリギリ。ギリギリ飛べました。あと10センチでさっきの2メートル65センチなんですけど、多分これがギリギリだと思います。ということで記録は2メートル55センチでした。
ぜひこの記録に挑戦してみたい女子がいれば挑戦状を待ってますので、どしどし送ってください。一緒に対決できたらいいなと思います。感想は思ったよりいけたので、まあ、もっともっと強くなって自分の記録をもっと塗り替えられるように第2弾いつかやりたいと思います。楽しみにしておいてください。ということで本日の企画はモンスターボックス進化版ということで、全中でどこまでいけるかチャレンジしてきたんですけど、記録は2メートル55センチでした。楽しくトレーニングできました。また機会があればやりたいと思います。この動画が面白いと思った方、挑戦してみたいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。